タグマッチ。三人でチームを組んで格闘を生業としている。今日も興行があった。最初の試合は楽に勝つことができた。あまりにも楽だったので内容を覚えていない。続いておかっぱ頭の女三人組との試合。ちょっと小太りだがあまり強そうに見えない。女の一人が試合前、イチャモンをつけてきた。仲間の一人を靴べらみたいな棒で叩く。それはないだろう。抗議しようと前に出る。すると相手側のセコンドが殴りかかってきた。こういうことをする奴らか。腹が立って思わず蹴りを入れる。と思ったら寝袋の内側を蹴り飛ばしていた。つまり、もう春だよ、ということか。